はい、こんにちは。えっとパラエサラ福岡井出道場の井出です。キューピーです。そして、ここ。はい、木山町長松田でございます。皆さん、こんにちは。はい、よろしくお願いします。四月は今日で二回目ですかね。そうですね。はい。もうゴールデンを行く間もなくです近いですね。なんかまた大忙しになりそうな気がしますけど、何かまたここにいっぱいありますけど、どこから行きますまずはね、はいえっとこれ行きましょうか、これ。こっちですね。すぐ、すぐ、あさって。 明後日木山門前市、はい、あさってが JR ウォークなんですね、はい、で木山町の,の JR ウォークの,あの木山町さまざまなとこ回るんですけど、うん、その中の一番やっぱり今見どころが、うん、大光前寺の筒んです,ツツですね、えー、でそれに合わせて大光前寺の駐車場で、うんえー、木山門前市という駐車場でやるんですね、はいでえーまあ エミューのキーマカレーであったり、それからおにぎりであったり、うん、それから海産物、うん、それから洋服、竹細工、さ、うんえー、まざ、あ、まな焼きそば、さまざまな店が、ででですすね、ね、うん。全部で20 30ぐらいの店が出るんですよ、ねうん、もう朝の9時半から夕方まで、で夕方っていうか、もう2時間。 はい二時ぐらいまでやりますんで、ぜひこれにま来ていただけないまずは4月22日、こんなここんんななあの店があるんですけどね、もう11回目なんですね、そうですね、毎年恒例って感じですね、年に2回やるんですねれ年に2回、JR ウォークに合わせてやるんですね、じゃあ、今年はもう1回あるってこと考えていい秋にまたやる、紅葉の季節は、じゃあ6年目ということですね。 そしてそして次は7月からいきなり月飛ぶんじゃないですかめちゃめちゃ飛びますね7月8日あの木山であのなんていうかな落語家とですねコメディアンが集結するお笑いなんか懐かしい方もいるんですけど「ザ・ボンチ」「ザ・ボンチ」「ザ・ボンチ」ゲーム大ヒットしましたね村上精進ですね それから落語家の林家三平さんの子供さんで林家正蔵と三平を命名した二人の兄弟ですね俳優としても活躍してますね人ともねそれからあと懐かしいひっこりはんとかねまあかつい最近なるかな何年前なのかなはい5月12日に県の入場券の発売を するんで、この時は結構並ぶ人がおるんじゃないかなというふうに思います。ですよね。なんかザボンチとか見てみたいですよね。そうですね。まあ詳しくは、あの木山町のホームページを。ご覧いただければですね。まだこれ、ね、七月だからですね。はい。で、あの、でも、でも、十二日、多分一日で売り切れる。あ、もう本当ですか。あ。だから、ぜひね。ええ、木山町に千円ですね。はい。町民た会館ですね。はい。はい。あ、八百人の席なんです。あ、すぐ埋まっちゃうわけですね。はい。 あとねもう一個あるんですけど今日はねはいこれは何の意味があるか何の意味があるかってちょっと皆さんにこう羨ましがってもらうというそういう意味があるんですけど貴重な写真と言ってもいいかもしれない私は実は将棋が大好きなんですねあ本当ですか。勝った方に勝負を挑もうとですかいやいやいやそれはこの前先々月にあったですね 藤井、えー、対羽生の,の、はい、こで第6局まさに羽生がこう一手目を指している所定、うん、を指している時なんですけどほらここにほらそれを見ているここにこここう人こう幽霊が幽霊がこの現場を私はこう見てきたんですね。歴史の目撃者うやつですか。 ななかなか緊張しましたね,ね <laughs> 見てるだけでも見てるだけでやっぱ分かる将棋が分かるからこそ,そ、ね、楽しみが、えー、面白さが違うと、えーはい、すごくこういいいい経験もさせていただきましたねあの自分はあまり将棋その動き方は知ってるんですけど、はい、ど,どうなんですかその羽生名人とその藤井名人何かなその攻撃的な もう今回はもうあの最初の20手ぐらいは大体もう予想が立っててその通りだったんで私も私も大体んあの20手から2人のこういう形であれば間違いなく増積ってやつですねでえっと羽生さんが先手今回先手だったんでねだからもう間違いなくこうなるだろうというそうい感じですねうん何手目ぐらいで見えてきたんですか何がですかあの勝負はあ勝負は最後までここの場所にはいなかったんですあなるほどなるほど この第六局はもう持れなかったですよね。うん、あ、本当ですか。うん、やっぱりあハブがちょっとこうああのうんい,いつものこう切れがちょっとなかったかなと思うんで、藤井、うん、がまあ上手に攻めてですね、うん、攻め切ったみたいな感じだったよ、ね。第六局。まあこれ第六もいるんですよね。将棋はそうですね。それまでの間は、うん、あのこう相互にあの先手がずっと勝っていったんですね。あ、そういう流れだったんです、ねええ。だから藤井ハブ藤井<士>ハブっていう。 そして藤井まで勝って3勝2敗だったから次は羽生の先手だから羽生が勝つという3勝三敗になる予定まあそう,そういうことを考えている人もいたんですが今回あの藤井が勝って4勝2敗で終わりゲームセットということですね、うんうん、あーすごいはいまあそんな歴史の目撃者になりましたこれは何,何応戦になるんですかね ええ、王将戦。王将戦っていうですね。八代対局。八代の、あのタイトルがある。タイトルの一つで。王将戦っていうやつですね。はい。すごい。歴史の目撃者。はい。語る。はい。語る。もう、あの、まあ将棋好きにはたまらない。緊張感と満足感でしたね。だ、目の前で見れるってすごいですね。うん。 まあ、ちょっと最後は自慢になってしまいましたねはい、はい、いやあまあ肝,肝心のちょっと充実の話 <laughs> 充実の話ああまあ,あの先週と全然あまり変わってないんですけどあいや申し込みはどれぐらいになったんですか あの後370を超えたので、はい、大抵まだ今週末来週で400ぐらい近づいていくんじゃないかなという最終の予想はどれぐらいですか私としては500超えるという予想ですで3回目の締め切りが5月の9日あーゴールデンウィーク明けなので、はい、そこでどこまで伸びるのかなというか、はい、でも大体九州で最終えっ、ー、と締め切りで またドッと行っちゃうんで、五、うん、月の九日は縁起がいいですよ。あ本当ですか？誕生日ですあ縁縁起いいですね。縁起いいです。えっともう言っていいんですか年は何ですか年は言っていい,てい,いでしょうあの序の目の六十六になりますね。あ六六あ六六にですね。じゃあ,あと六百年生きれば。<laughs> <laughs> あと60年って言っても現実的じゃないのに600年って言ったらもう現実的じゃないや、ね、<laughs> もうもう人間じゃないですね、うん、きっと町長 <laughs> そこまでいくと <laughs> はいそれはありえないなですね。はい、そんな感じですねで500そこであの言っとけばいいのでだけど12月も途中で切っちゃったんですよもうそのもう人数があ<ー>だからその3回目のあれ次第ではもしかしたらまた4回目はちょっと 早めに切る可能性もあるということで、うん、まあちょっとそういうのをちらちら見せないでお早めにという早めに面数とかですねあとそのレフリーとかね<ー>スタッフの問題もあるので、うん、はい、うん、まあ久々の,こうあの今年初ですからね木山はね、うん。 5月じゃなくて6月なので、ちょっと緊張しております、2月1回やってるんですけどね、別の会場で、全然会場が広さが違うので、まあまあ、12月にやりましたけどね、まあそう言われたら、もう今年じゃないですけどね、う今年じゃない、年数が変わっちゃったんで、だからまあ、結構なんでもスタートはね、き綺麗にスタートしたいという気持ちもありまして、そんな感じで、10月のほは順調ということですん。 はいあの中津情報いいですかという佐をね3月でちょっと4年間閉じて4月からスタートしたんですけど一応こっちも順調に体験の方が一応家族で入ってくれたり兄弟で入ってくれたりで中津飛ばずとかなかったんですね。 はい。体<田>勘弁みたいな、中津だけに。です、ね、あ、そうですね。ねもうまさに時代の申し子。だから、これ、まだ、これで、まだまだ、こう増えていくことを、うん、あの。お子さんがね、増えていくことを願います。うん、はい。まあ、今週も、旅行くの、行くの楽しみにしております。うん、はい。そういう感じで。 だっはい。まあ今のところ順調です。順調ですね。天気も暖かくて。ああ、そうですね。あのあ暑すぎるぐらい。北海道は雪が降ったというすごいですね。桜と雪が同時に一気にねあれですけどちょっと異常気象ですか。うあと一個ちょっと何かありました。どうぞ何かすか。ちょっと撮ってきます。なんか思い出しました。思い出しました。もうすぐ撮ってきます。大丈夫ですか。今これでございます。 あなんか乗ったんですかまだはいあの表紙あ思い出したわかりましたあれ俺見ましたよ見ましたえ言っていいですか言ったらダメいいですよサッカーでしょサッカーですあのコーナーキックしたんでしょ違いますあっけなかたあのスキューシーあしあれスキューシーってこんな感じでですねそうあのフェイスブックにも見ました見ましたこあ同じ写真ですね同じ写真ですこれであれこれあれあの蹴った途端にあの煙が出るやつでしょ出ないね もう目の前に審判さんお出ましたんで、まあもうドンピシャにあのこれはりましたけどね。こういう必ずサッカーはこここっから蹴ってどっちどっちに蹴るっていう。こっちにこうこっちに審判三人いるんですよ。そっちの方に蹴るんですね。それでみんなそれに向かって蹴ってるんですね。ああ三輪同時に蹴るんですね。でまあもう教育長は蹴って決ってて。あ一個ですね。で私がもう今ちょうど切って、これからキアマンが蹴る。キアマン決決れたんですか？決れました。スカッとかいけなかったですか？大丈夫です。これは。 まあこれも貴重なあれですね表紙になるというのはお客さんがすごくいっぱいいますからねこれあれですよ砂漢トスのあれでしょは多かったんですねこれはもうあの開会式というかオープニングチャレモニンですねトスのうーんあのでのトスのそのえっと第1試合目ではないな第5節てくらいでだから交互にやってるから3試合目ですかねと言わセル見セル神戸との戦いが負けちゃったんですけどね本当ですか だかこんなの、これも、こんな想像できませんよね。ね<え>、ねえや、プロ野球のね、始球式もあるけど、サッカーもこうやって始球、始球式って言うんですかね。あの、あるみたいです。三、えー、人蹴るというのも俺初めて。見ました <laughs> はい。ちょっと、これは。 野球もね少年野球で1回始球式やったんですあやりましたあれど真ん中に人トラてあ入りましたもうあの練習一度の練習もないんですもうそれで肩を壊して引退っていういやいやいや違うですかもう全然それは肩なし肩なし多分あの大募集しておりますんでバレーボールとかあるんですかバレーボールバレーボール卓球 球もまあやった、私は最初サーブするぐらいでしょう、ね。あ、そんな感じですか。ね、うん。バレーボールをジャンプしてからバまあサービスぐ、ね、サービスぐらいですかね。うん、まあ、じゃそんなこと言ったらあの,あの、ね、充実はどうするんですか。選手先生じゃないです,、ね、ですよね。はい。始球式はないあのいわゆる最初のあれね一,一発で締められたら嫌えですもんね。あのいいですよねあの。良 <laughs> <laughs> ちょうどえっと伊豆藤さんの。<laughs> コンバッチいや中てうそやっぱり師範井手師範とエジソンさんの戦いでしょやっぱりそれをみんな楽しみにしてるんじゃないですかじゃあこんなふうにこうまたなんか話を話をてますねまああのそうそうこれぐらいしましょうかね何かね今週はずっと続きますまた来週ということではいじゃあそれらさよならです